ベンジャミン・スミス・ライマンは、アメリカ合衆国の鉱山学者で、親とい外国人として、日本に招かれた一人。日本名はキマン。1835年に、マサチューセッツ州のノーサンプトンで出生。父親はハンジ、母親は名家の娘。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わる。1859年に、 パリの鉱山学校、1861年にドイツのフライベルクにあるフライベルク鉱山学校に留学し、鉱山学を学んだ。ペンシルベニア州、インドなどの石油調査を終えた後、1872年、北海道庁のトーマス・アンチセルの公認として、開拓史時間、黒田清隆との3年間契約で開拓史雇いとなる。北海道開拓の正体で来日。 1876年まで北海道の地質調査に従事し、後に工部城の依頼で1876年から1879年の間、日本各地の石炭、石油、地質調査に当たった。1881年に帰国するまで山内と草郎をはじめとした自身の日本人助手に教育するなど日本の地質学に貢献した。帰国後は、 ペンシルベニア州地質調査所次長に就任した。1895年に同省退職し、1906年にフィリピンの鉱山調査に行く途上日本に立ち寄り、帰路に再訪日することを望んでいたが赤里に悩まされ、訪日できずに、ペンシルベニア州チルトナムで1920年に死去。ABCD。ありがとうございます。